します。斉藤夏実です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近ワクワクさされることなかったので、あんまりワクワクしてないんですけど、4月に餃子のお店がオープンするんですけど、まだ味が決まってません。毎週金曜日に餃子を試作して、いろんな試行錯誤をしながら味を調整していますが、まだまだ鶏の臭みだったり、あとははみ出てしまうといった問題が出てきておりますが、それがしっかりと味が美味しい餃子になって、またはみ出ることなく、見た目も素敵な餃子に仕上がると思うとワクワクします。以上。いいねー。